おはようございます。ここは北海道の長万部町でございます。では昨日のお約束通り、東京理科大学は一体どういうことなのかと、ご説明をいたしますが、あんまり時間がありませんので、とりあえずご覧いただければと思います。あの高台にそびえておりますのが長万部キャンパスの なんだっけ基礎工学部だったかな、忘れましたけど、そんな感じのね学部、ちゃんと映ってませんね、ごめんなさい。あの赤い赤茶色の、ね、建物でございます。あ、もう長万部に東京理科大学のキャンパスがあって、一つだけの学部のね1年生がここで生活をすると、そのようになっているわけでございますね。すごい高かったんですよ。まあ、今はそんなに偏差値は高いとは言えないような、40とかね、その前後の大学であっても、当時あったものはね、もう軒並み50後半とか、まあ、軒並み50後半ということもないんですが、まあ、でも大学に入るということ自体が大変な時代でございました。そのような時代になりますとね、もう東京理科大学のような難関大学というのは、定員を増やせば増やすほどその学生が多く入ってきますので、それだけ儲かるということになります。現在では受験生は低迷しているというように、受験生というかね、定員割れをしているなんていう、そんな大学もあるようですけれど、少なくとも当時はそんな心配は全くなく、もちろん現在でも多分理科大に関しては定員割れはしてないと思うんですが、とにかくもうバンバン入ってくるので、その需要をものにしなければもったいないという、そのような状態でございました。そして、そうするとですね、やはりまた地方の方も同時に、大学が増えるということを見越して、学生が増えればね、収入とか、いろいろと町もね潤いますので、なるべく自分のところに学生を誘致しようということで、補助金、それから安い土地代などで、地方に大学が来てくれるように、いろいろと頑張りました。その結果、東京理科大学ですね、まず諏訪東京理科大学、そして山口東京理科大学という、そういう大学もね地方に設置をしたんですが、ちょっとここ長万部だけはもう少し違いました。あまりにもですね、ちょっと地方すぎたんですね。まあこういう言い方を一応しておきますけど、で長万部からもやはりその同様の安い土地と、それからあれですね、補助金みたいなものが降りたんですが、そうは言っても4年間もですね長万部というところに暮らすというのは、それで学生がやってくるだろうか、それはねかなり微妙なところだったわけでございます。ですから、まあ、やはり1年生だけ住んでもらうことにするかということになりました。しかもですね、当時も東京理科大学というのは理系の総合大学というのはちょっと言い方がおかしいんですが、とにかく理系の学部としてはもうほとんど持っているそのような大学なんですね。だから新しく工学部なんてものを作っても、まあちょっとよくわからないと。しかも新しく学部を作る理由もない。じゃあどうやってその理由を考えようか、そんな時にうまく思いついたのがですね、全寮制教育ということでした。長万部で1年間の全寮制教育を実施する、これを売りにする学部を新しく作ることによって、大学の学部の差別化と、それから同時に、新しく長万部にキャンパスを建てる理由までできてしまったわけでございます。ですから、基礎工学部というのは、ね、工学部と基礎工学部の主な違いはそこで、1年間長万部に暮らすということが基礎工学部の売りとなっているわけでございます。ところがね、そのじゃあ実際はどのような実態であるか、実際はどのようなというか、その実態はいかがか、そしたら一番わかりやすいのはね、東京理科大学のことを知るにはアンサイクロペディアが一番なんですね。私の東京理科大学の友人ですとかね、それから知り合い、バイト先の昔バイトしてたところの先輩とか、東京理科大学の方何名かいらっしゃいますので、その方にですね、東京あのアンサイクロペディアってどういうこと書いてあるんですかって言ったら、あそこに書いてあることはほとんど真実だと、でみんな言いますので、ぜひそのアンサイクロペディア私今から読み上げますから、ここで確認をしてみましょう。では読み上げようかと思います。ここにね、このように解説が書いてありまして、キャンパスが5つあるんですね。でその5つについて書いてあります。読み上げます。神楽坂キャンパス、葛飾キャンパス、野田キャンパス、久喜キャンパス、長万部高知署の5つのキャンパスからなる東京理科大学と名乗っているものの、東京にあるのは神楽坂キャンパスと葛飾キャンパスのみである。久喜キャンパスに至っては東京でも理科でもない。長万部キャンパスはもはや東京とかそういうのは関係ないそうですね。ここ
黒松台駅は黒松台町の中心の駅でございますね。さすがにこの辺りでは家も多い、おしゃまんべと同じぐらい、いやもっと多いかもしれない、それぐらい家が並んでおります。しかしながらこの函館本線、山側を走ります函館本線の列車の本数は昨年のダイヤ改正でまた、これも削減をされまして、現在では朝の6時ちょうどおしゃまんべ発、その次は13時28分までございません。私がこんな朝早くから本日は旅を始めているのはそのためでございます。ちなみにこの黒松台という駅名の由来ですが、これは黒い松があるとかそういうことではございません、全く植物とは関係なくてですね、これはもともとアイヌ語ですが、日本民族の女性が住んでいる町、そのようなね、名前の意味の駅名でございます。これはアイヌ語でございます。駅でございます。別にクッチャン駅で降りるわけではないんですが、列車が少し止まりますから、ここで北海道の地方行政区分についてね、簡単にご説明を申し上げますが、北海道というのはね、あまりにも大きすぎますので、一つだけ北海道庁が札幌にあると言ってもですね、他の人はやっぱり困るわけでございますね。そういうわけですから、なるべく、広く、また北海道の中も、県ではないんですけれども、それに相当するような区分に分けようというわけでございます。昔は市長というふうに呼ばれまして、先ほどというか、昨日訪れておりました函館は大島市長というところ、このくっちゃんというところはしるべし市長というところが管轄しておりました。現在では市長というものは、名前はなんだっけな、総合振興局かな、総合振興局という名前に、これは今変わっておりますけれども、それをですね、私は一応県名の代わりとして、動画内ではご説明として、用いておりますので、どうぞ皆さんもね、ご承知おきいただければと思います。ちなみにこれから札幌方面に向かってまいりますが、札幌は石狩市長となりますのでね、またそこも、よろしくお願いいたします。函館駅を起点にして230キロ余市駅でございます。駅からね、歩いて100メートルほどのところでございます。このようにね、古めかしい建物がありまして、ここは余市随一の観光名所でございます。観光の名所と申しましてもね、立派なこれは工場でございますので、これから工場見学と向かうわけでございますね。もうちょっと近づいてみましょうか。ここはですね、このように書いてございます。日川ウイスキー株式会社と書いてあるわけですね。ここは現在では本社ではなくなってしまったんですけれど、かつて本社が置かれていた場所、日川ウイスキー余市交流所でございます。無事に商業的な、ね、撮影の許可もいただきました。たまにちょっと言っときますけど、たまにね、なんかスーパーの中とかで勝手に撮影してる YouTuber いますけど、ああいうのダメですからね。そんな YouTuber の動画見ちゃいけません。ちゃんとね、撮れるとこ撮っちゃいけないところっていうのが世の中あるわけですから、そういうところは許可を取って、さらにそれを商業的に利用してよいか、それも確認をね、するという必要があります。当チャンネルの視聴者にもね、少なからず未成年者がいるということですから、 あまりウイスキーというものに馴染みがないという人もいるのかなと。私もね、ありませんし、飲まないからね、お酒なんか、飲めないし、なんで、とりあえずウイスキーがどういうものなのか最初にご説明することにしましょうか。ウイスキーはもちろんこれはお酒の一種でございますが、結構濃いんですね。でなんか、薄めて飲んだりとか、あとはなんかソーダで割ったりとかね、ソーダっていうか炭酸水、そんないろいろと飲み方があると。で、発祥がスコットランド、イギリスでございまして、そこで麦から作るわけですね。だから原料はビールと同じようなもんです。それを発酵して作るわけですので、もうお醤油先日ね、大豆を発酵しましたけど、そんな感じ、麦をなんかちょっといって、いるのかな、なんか火を入れた後に、それを発酵させて、でまた、出てきたですね、そのもろみとかそういうものを使いまして、最終的に、お酒にするというわけでございます。匂いを嗅いでみますとね、どことなくそれもまた、なんていうんでしょう、なんか麦のクッキーみたいなね、匂いがこの工場内でもしております。そしてここの余市の蒸留所ではですね、ここで実際に火を加熱して現在作業しているその最中のようでございますが、脇にはこう石炭があるんですね。現在でも石炭をくべることによって、その上質なやり方をね、貫いているのだそうでございます。大変熟練した職人しかできないので、ほとんどウイスキーを製造するところではこのような手法は取っていないんだそうですが、これはもう創業時からずっと変わらない。もちろん窯等はね、さすがに多少の更新はされているのだと思いますが、もうこの石炭を使った方法というのはかなり現在では珍しいけれども、しかしそれが最も良い方法だというふうにも言われているそうでございます。
先日ね、お見せしたように、お見せはしてないからご説明したように、お醤油も半年ほど発酵させる必要があるんですが、ウイスキーもそれは同じでございまして、ただ半年の発酵ではすみません。ここにですね、この日華ウイスキー大日本果樹、それの創業者であります竹鶴正隆さんの写真なんかもあるんですが、ここをですね、このようにご覧いただきますと樽が置いてあるわけですね。この樽、これは見学の記念用に置いてあるものとか、まあそれからね、説明用にあるものでございますが、この樽がまた重要で、これで5年以上ですね、熟成させる必要があるということでございます。5年というのはね、普通の企業でまず、サンクコストとかいろいろかかりますんで、サンクコストって、つまり初期費用ですね、そういうものがすごくたくさんかかりますんで、普通の企業が新しく日本で、ウイスキー作りを始めるというのはかなりハードルが高い。そういうわけで、この日華ウイスキーというところはですね、最初にまずリンゴジュースの栽培を始めました。リンゴジュースっていうかね、この辺の余市ではリンゴもたくさん取れますので、現在でも JA などはリンゴの生産をたくさん続けております。で、そのリンゴジュースを使ってですね、 100% のリンゴジュースを日本で初めて作って、それで大日本果樹株式会社という、そういう会社名でしばらくはリンゴジュースでもって経営を成り立たせ、それでウイスキーが実際に出荷できるようになるまでの、その時間稼ぎをしていたということでございます。日華ウイスキーというのは現在でね、現在というかだいぶ昔のことでございますけれども、アサヒ飲料、アサヒビールだったかな、その、100% 子会社になっているんだそうでございますね。ですから、もうこのようにですね、その生産などもいろいろと協力しているんですが、もともとの発祥はここの余市でございます。もともとそのスコットランドとですね、似たような気候を求めて、その創業者であります竹鶴氏が、この場所を選んで、それで、ここにですね、その本社も構えたと。奥の方にはその当時の古い事務所の建物なんかも残っておりますが、あまりですね、正直私はあんまり建築には興味がございませんので、それを皆さんに、なんか特別紹介、面白く紹介するということも、難しいかなと思いますから、それについてはあまりお見せはいたしません。見た目もそんな別にすごいわけじゃないしね。で、しかし日華ウイスキー、それでですね、アサヒの子会社ということもありますし、またウイスキーの生産品質も大変いいということですから、そこまでもともと大した企業ではありましたけれども、そうは言ってもここまでですね、この見学のこの工場が有名に、現在では大勢の観光客でね、にぎわうようになりましたのは、やはり先日2年3年ほど前になりますでしょうか、連続テレビ小説のマッサンというですね、その私ちゃんと見てないんですけど、その連続テレビ小説で取り上げられたことがきっかけなんだそうですね。創業者の竹鶴、それからその奥さんのリータという人、それをモデルとして、その NHK 放送がされたそうでございます。日華ウイスキーの創業者であります竹鶴さんはね、かなりその品質にこだわったということで知られておりまして、このウイスキーも本当にできた当初から本場のウイスキーとさながら同じようなものがね、ずっとできていたそうでございます。だからもうかなり最初から腕は良かったわけですね。イギリスからなんかその外交かなんかの時にね、来たら来日したその大使みたいな人が、この竹鶴という人はペンと、それから万年筆、それからこの紙ノートでね、イギリスのウイスキーの秘密全部盗んでっちゃいましたねみたいなことを発言したというふうにも言われております。これは盗っ人だというふうなことを言ったんではなくて、本場ともう全く見劣りしないという、そういう称賛の意味でね、言われた言葉でございますが、このようにね、そう、日華ウイスキーはもうできた当初からずっと本当に評判が良かったわけです。そのものとしてはね、評判が良かったんだけれども、ただそれが日本人に受けるかというのは、評判というか物が良かったんですね。でもその物は良かったけれど、日本人に対しての評判が良いかどうか、それはね、また別のことでございまして、こう最初に本場のウイスキー、美味しい香りも高いウイスキーができたという時に、日本人の口はね、あまり合わなかったようでございまして、しかも物もあまりにも高級すぎましたので、コストがかさみます。で、そういう経営部分についてはね、竹鶴氏はあまり深くは考えていなかったようで、とにかくいいものを作ろうと。で、確かにいいものができたんだけど、あまり日本人にはですね、まず慣れていないし、しかも値段も高いというわけで、ほとんど売れなかったというふうに言われております。またその最初にね、自転車操業というか、とりあえず時間稼ぎのために始めたリンゴジュース、それでさえも 100% リンゴジュースというのは当初はですね、ほとんどそれもまたございませんでしたので、それもまた高級すぎて、それも、そんなに売れ行きがよくいいとは言えなかったということでございますね。なかなかね、これもいろいろといい会社がとかね、いいものを作ってりゃいいかというと、そうではないんですね。低品質なものがね、最近ではいろいろと食の安全、危険なものはダメだけど、でもその食べ物のね、詐欺とかなんとかいろいろと言われるような昨今でありますが、一方で必ずしも高品質の本物を作ればよいかというと、そうではないというのもね、まだ勉強になるところでございます。日華ウイスキーのシンボルといえばこれですね。私もね、アルバイトなんかしておりますと、コンビニに、私コンビニでアルバイトしてたわけじゃないんですけど、コンビニにこんな風な置いてあってね、これが日華ウイスキーかと。日華ウイスキーのおじさんですね。この人はローリー教というお名前、キングオブブレンダーとして知られたイギリスの実在人物だそうでございます。なお現在ね、ツイッターでこの人はアカウントを持っていてつぶやいているようですから、時折皆さんもね、覗いてみるといいんではないでしょうか。さっき私もね、函館本線の中で見てみたんですが、フォロワーが38万人ほどおりましてね、これなかなかツイッターとしてはすごい数ではないでしょうかね。
ちなみに、ね、昨日名探偵コナンの金曜ロードショーやってましたね。あれじゃあ時事ネタとして一応ご紹介しておきますけど、ここにあるこのバットとかね、これからここにあるバレル、このバレルというのはバーボンというのを作るんだそうですね。ここにあるのはこれはねシェリーとかそういうものを作るそうでございます。あのね、一応ここで宣言しておきますけど、私の飲食品の中で最も嫌いなもの、それはね、お酒でございますんで、もうあ多分お酒はまあ、飲めって言われりゃね、それは飲みますけど、そのね、人間なんかノミニケーションなんてうすら寒い言葉が現在でも普通に通用しておりまして、それはもう文化でございますから、飲まないとね、お前人間関係干すよなんて言われたら、それはね、しょうがない。コミュニケーションツールとして私はいやいやかもしれないけれど、すごく美味しそうにお酒を飲むことでしょう。まあ、しかしながら私はあんなね、高くて別に飲んだって、なんですか、なんか酒を飲まないと人生の半分損するなんて言いますけど、私は酒あんなね飲み物一つで人生のね半分が構成されてしまうような、そんなつまらない人生を送るつもりはないし、高いしね、私リンゴジュースとかが美味しいなと思っていつも飲んでて、これ以上ねそんな高い飲み物の美味しさとかはね知る必要はないんですよ。だからお酒もしかしたら美味しいかもしれないけど、もうその美味しさを知ったらね、私の財布どんどんお金なくなっちゃうじゃないですか。だったら飲まない方が酒なんか得ですよという考えでございます。別にお酒好きな方はね私批判するつもりは全くないんですけど、ただ私が酒を飲みたくないとそういうことですから、ぜひですね私に無理やりお酒を勧めるとかそういうことも皆さんなさらないようにご協力をお願いいたしますね。さてここのですね一番の多分メインイベントだと思われますね、これ試飲会場と書いてあるわけです。サンプリングプレイス、じゃあちょっと行ってみましょうか。未成年者の飲酒というのはね、もう法律で禁止されておりますので、全くこの動画でもいたしませんし、普段も私もしておりません。ですがね、ここでも一応ウーロン茶、それから陽一のリンゴジュースなどいただくことができるのでございまして、ここ発足当初から、ずっとね、陽一では作り続けられております。もうこう大日本果汁としてもう製造は終わってしまったんですが、とりあえずは現在でもこの辺りで出されている陽一のリンゴジュース、それからこう親会社朝飲料のですね、ウーロン茶などをいただいております。また確かにお酒はね、飲酒はできないですけれども、しかしながらこの程度のものであればね、OK ということで、これ、ウイスキーチョコレートですね、ブラックニッカが入った、こうやはりニッカウイスキーオリジナルプレゼンツのね、こういうチョコレートでございます。まあこれだったら別に未成年でも食べて問題ないということですから、これで雰囲気だけね楽しむことにいたしましょう。オレンジジュースもね、オレンジジュースじゃないや、リンゴジュースか、リンゴジュースも炭酸水もらえますから、ハイボールにしてね飲むことにいたします。あ、全然面白いですね。さっきのねストレートに普通に飲んだのは美味しかったんですが、ハイボールにすると本当にまずいですね。これダメだな。ただでね、リンゴジュースまでガブガブ飲ませていただいて、本当にね、いい思いをさせていただきました。勉強にもなりますね。ただもう私こいつここに来たので多分4回目ぐらいになりますんでね、もう北海道の中に訪れてないような観光スポットってもうないんですよね、ほとんどね。どうしようかなって感じなんですが、まあとりあえずね、でもまたね今回もいい思いをしましたから、もうそれで十分でございます。このね、素晴らしい、なんですか、その品質にこだわり抜いた、そのような経営方針、今後ともね、ぜひとも貫いていただきたいところでございます。ホームの向かい側5番乗り場から11時